C-5 の TF39TF39 TF 特有のファンブレードゼネラルエレクトリック TF39 は高バイパスターボファンエンジンであるロッキード C-5 ギャラクシーの動力として開発され初めて実用化された高水力高バイパスターボファンエンジン民海航空機用エンジンである CF6 シリーズや船舶や産業用がスタービンエンジンである LM2500 は 本エンジンの設計をもとに開発された。アメリカ空軍は1964年に次世代の戦略輸送機を意図した CXX 計画を発表した。複数の機体やエンジンの提案があり、1965年にロッキード社による機体の設計案とゼネラルエレクトリックのエンジンの設計案が採用された。勾配パス比較されたターボファンエンジンは初性能が 大幅に向上しており、水力は4万3000ポンドで、燃料消費効率は約25%も改善された。TF39 のバイパス比は8、1、圧縮比は25,1で、先進的な強制空冷タービンの採用により、タービン温度はに下肢500度へ引き上げられている。最初のエンジンは1965年に試験された。 1968年から1971年にかけて463機の TF39 から1、及び TF39 から 1A エンジンが C-5A 航空隊のために生産され、納入された。多くの新技術を採用した TF39 は、1960年代の水力が4万千から4万3千。 LBF クラスの航空機用エンジンとしては革命的なエンジンで以下のような特徴を備えていた。機械的に TF39 ほどの高バイパス比のターボファンエンジンはそれまでになかった。ファンの回転翼は外部バイパス部のために吸気案内翼に固定され、コアブースター弾はファン回転翼の前にあった。これは類いまれな設計で前から見ると明らかになる。 一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。